はい、こんにちは。今日は、ストレスによってうつ病とかうつ傾向になってしまった方々に朗報のお話をしていきます。実はですね、決断力が高まるっていうお話が出てきてるんですよね。でこれは何でかっていうと、後ほどお話をしていくんですけれども、単純に自分の限界値を知ることができるからなんですよね。はい。で、うつ病になるとしんどいですよね。僕もそのうつ病っていう診断を受けたわけではないんですけれども、うつに近いような状態になって、自殺を考えた時期とかっていうのはありました。考えただけで、その実際に行動に取ったとか、実は考えたというよりはよぎったっていう方が正しいですかね。当時一人暮らしをしてまして、でマンション8階建ての7階に住んでたんですよ。で7階で、相当の高さでベランダがあってですね、でそのベランダから顔を覗き込んだら、そこに駐車場があって、夜寝てると。別にベランダに出てそういう行為を取るとかそんなんじゃないんですけど、ベランダ当時ベッドの上で寝てて、ベランダにこう出て行って、で乗り出して、そのままなんかもう気づいたら駐車場がもう目の前にあるっていうような映像を5日連続で見たりとか、なんで3でしょうとしたら5日連続で見たりとかっていうようなこともあったりとかですね。でそうなった時に、ベランダに普段洗濯物を干してるんですから、洗濯物を干すのがすごく怖くなった時期があるんですよね。もしかしたら本当に行動に移してしまうんじゃないかみたいなですね、っていうような状態になったこともありました。はい。なのでうつ病の方の気持ちはわからないんですけれども、自殺を考えている方とか、よぎっている方の、気持ちっていうのはなんとなくわかるかなと。それなんでなったのかっていうのはちょっと今回省略しますけどね。で、うつ病って心の病、心の風邪なんかって言われたりもしますけれども、単純にデメリットばかりではないっていうことが分かって、何かというと、うつ病傾向にある方とか診断をされた方々を集めてとある実験をしてもらったんですね。で、パズルを10種類用意して10分以内にできる限り解いてくださいというふうに、指令を与えられました。ところが解けないものっていうのが、2、3ですね、仕込まれているんですよね。で、答えがあるパズルに関してはうつ病であろうがうつ病でなかろうがしっかりと解こうとするんですよ。ところが解けないものに関してはもうさっさと見抜いて、もうこれ解けないからやめたっていうふうに作業を止めたんですよ。で、やる気が下がったわけじゃなくて、きちんと自分が解けるものとかやれるものに関しては取り組んでいったんですよね。ところがうつ病の人っていうのは、あるいはうつの傾向がある人っていうのは、難易度の高いタスクとか仕事に関しては見分けるっていうのが上手になるんですよね。なぜかっていうと、一度自分のメンタルが崩壊してしまっているから、限界っていうものにすごく敏感になって、できることはできる、でできないことはできないと、できることの方に自分の労力を割くっていう風にもう決断をしてしまうんですよね。はい。だから能力だけではなくて、お金とか時間とかもできるものに割いていくっていう風に、いい意味での諦めとか見切りをつけるっていうのがすごく上手になっていく上手になっていくんですよ。だから自分の弱さとか欠陥が見えて、こうなんて言うでしょう、なんかこう社会から必要とされてないとか、周りからはどうせ悪口言われてるんだろうなとか、後ろ指さされてるんだろうなっていう風に思ってしまうかもしれませんが、実は自分が自分のそのテリトリーの中で生活をしていく上ですごく建設的な考え方ができるようになっているんだなっていう風な捉え方をしてもいいという、結論、実験結果にですね出ていますので、決してうつ病になることが悪いっていうわけではなくて、やっぱり人間ってできないことをやろうとして無茶になって過労死をしてしまったりとか、メンタルブレイクをしてしまったりとかっていうのがあるので、そうなった時にメンタルブレイクの方だったとしたら、自分の限界が知れたなと、自分の限界を知れたから、できることにきちんと正確に取り組んで、そこでのパフォーマンス力を発揮して成果を残そうというふうに切り替えてしまうというのが、非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。ですんで、僕はやっぱり無理な時はもう無理っていうふうになっちゃいますし、なんて言うんでしょうね、僕の場合はその無理っていうふうに言うというよりは、ちょっとやっぱり気が立っちゃうんですよね、無理な時っていうのは。無理な時は気が立っちゃうので、そうなった時に、自分が今これ赤信号になりかけてるなと思ったら、そこでちょっとタスクをやめて、10分休憩を取ったりとか、もうその日はもう仕事終わりとかっていう風に切り替えるようにしたりなんかしています。ということで、皆さんのもし限界値っていうのが把握できていなかったとしたら、それは逆に危ないですよって。で、うつ病とかうつ傾向になったことがある方に関しては、皆さん自身が、自分の限界値っていうのはどこかっていうのを知ることができたというふうに、ぜひですね、前向きに捉えて、今やるべきことっていうところに、皆さんのパフォーマンス力の限界値を、しっかりと発揮して、いい成果を残し続けていただけたらなと思います。
というふうに思います。ということで本日も動画最後までご視聴、本日も動画を最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。